37手詰めだそうです。ラスボスですね、やっぱね。37手詰め、はぁ、あ、回答を並べるのもすごい楽しみなので、はい、並べていきたいと思います。はあ、すいません、愛犬が吠えてます。それでは並べていきたいと思います。37手詰めですので、もう答えを並べるだけでもこれ大変です。さあ、ラスボスの回答いきますよ。5六金、同玉、この辺はなんとなく、6七銀、あ、同桂成じゃないんだ。そうか、4六玉ね。桂馬を取る。5五銀、5五銀、思いっきりタダなんだな。これで同玉。は、連続で持ち駒を打ちまくってますね。6六銀。ここで桂馬を取れたと。同玉か、違うんだ、4四玉。は、普通同玉って考えちゃうけどな。はい、4四玉。3四成桂ね。おー、ここに切っちゃうわけですか。同玉。3七飛。ここでこれも角で取られちゃうよ。同角じゃない？同、何これ、12手目なんですけど、同角歩成、同角歩成だって。なんで歩成なの？え？わけわからん。これね、回答によると角普通なりますよね。馬になっていいはず、その方が得のはずなんですけど、詰将棋この回答によると同角歩成だそうですよ。歩成、全く意味がわかりません。まず将棋をやってて、角を敵陣に刺した時に馬になれるんですよね。圧倒的に強い馬になれるはずなんですが、これ答えだと同角歩成だそうですよ。歩成、はぁ、あ、すごい手だなこれ。同角歩成が出ました。これまだ半分も終わってません。じゃあ次いきますよ。16馬で王手と。これなんで歩成にしたのかね、ちょっとわかんない、すっごい気になるけど、ちょっと進めますね。16馬で王手。3五玉上がりますね。うわ、逃げられそうだけど、これで捕まるのか。はぁ、すいません。3五玉、2五馬、いい感じですね。4四玉と、うわ、どんどん狭くなってる感じですね。いい感じですね。回答並べてるだけですけど。5五桂、5六桂、ほい、あ、詰んだ。詰んではいない、全然詰んではいないと。5三、ああそうか、こっちの逃げ場があるんだよね。この歩を取ります。5三玉、2六馬、はい、馬で、これも馬ただで取られちゃうよ。同角歩成、また出ました、同角歩成です。普通馬になるんだけど、この回答によると同角歩成だそうです。この意味全くわかりません。同角歩成、進めますね。6四金、はい、これも全くタダのとこですけど、打ち込むんですね、これを。あ、タダじゃないか、桂馬が、すいません、紐ついてましたね、失礼しました。6二玉、あ、もうこれはもうすぐ詰みそうですよ。でもまだ10手以上あるんだ、こっから。6二玉、はい、8二飛成、あ、なんか8二飛成だそうです。なるっていう手が出てくるとなんかすぐ、はい、ここで竜が作られ、あー、7二桂合い、こういう合駒が何にするかなんていうのがものすごいパターンありますよ。これこんな解けるんだ、本当に藤井六段は。はぁ、7二桂合いした後に、さて、その次は7三金、もう詰めれそうですね。あ、ここまで進めばね、ちょっと考えたら詰みそうかなと思う気もしますが。あ、ここまで持ってくるのがすごいですね。角歩成が2回あたり、わけわかんないです。
7三金の後5三玉逃げますね。5二銀成、はい、こちらの銀で成って王手すると、あ同玉、あ同玉7二竜、あもう詰みそうですね。これね桂馬ね、このさっきの合駒がね、この桂なんで桂馬かっていうだけでねすごい大変ですよこれ考えるの。6二歩合、はい7二歩合で6四桂打ち、先ほど取った桂馬を6四に打ち込むと、うん、おん5一玉、うわかなり詰まってきましたね。6二竜、はい、ここで歩を取るんですね。うわここで角が飛んで守ってますよこれ忘れちゃうね、これ普通同角5二歩、あここでね打ち歩詰めは回避できるわけだ、ここで使えるから。6一逃げた後に最後に7二金かー、はい詰みましたまで37手詰めになりました。はあ感想を言おうと思ったんですけど、先ほどのこの角の歩成りですかがあったり、この合駒もなんで桂なのかとかね、はあ、すさまじいですね。はあ、本当に藤井六段これを解いたそうですよ、制限時間内に。はあ、いやーでもこの角の歩成りがね気になりますね、ちょっと調べたいですねいろいろね、なんで馬にならなかったのか、すごいですね。はあ、藤井六段は解いちゃいましたかすっげえな。とにかくねもう一手一手もうほぼ無数にある気がするんですけど、この37手詰めが正解ということになりました。あーそうですね、まあ収穫としてはこの詰将棋、将棋にはねこの角歩成りと角歩成りっていう手があるそうですね。こう馬を作るとまあ、まあ、まずいんでしょうね。こう37手詰めなんてね、私なんか本当に答えなくて考えろって言われたらどうでしょうね、1年考えても答え出せないかもしれないですね。それを藤井六段は制限時間内に解いちゃいましたか。100点満点は、それはすごいですね。いやまさにラスボス的な、はい、詰将棋でした。以上です。